そして交通公共の皆さんにお知らせをします。例えば、高め頃より校内が混み合っている場合、改札口の入場規制を行っています。入場規制が解除されるまで、改札口付近は混み合うことが予想されますので、さあ、私が横断歩道上でお待ちの方は、今しばらくそのままでお待ちください。警察官、警備員の整備運動に従って、進んでください。警備は、営業駅や大会山など、およそ20分で行ける駅が多数あります。こちらの駅を利用しているのも一つのです。向かいの方にご協力をお願いします。今日は大田区歩道上、君川通行での整備を行っています。都県の皆様が、君川通行にご協力をお願いします。